感染が確認されたのは、さいたま市の60代の男性、深谷市の60代の男性と50代の女性、志木市の40代の男性の4人です。このうちさいたま市の男性は、エジプト旅行に参加した娘が感染していることがすでに確認されていました。深谷市の男女は夫婦でエジプト旅行でナイル川クルーズに参加していました。志木市の男性はイギリスへの出張で感染したとみられています。